で、最近あの、日本がめっちゃ円安になってるのが、で、あれが日銀の黒田さんが悪いっていう風に言う人がいるんですけど、まあ、厳密に言うと黒田さんも悪いんですけど、ただ、黒田さんを誰に変えたとしても、円安は変わりません。 要はその国債の金利を上げてしまって今の日本の不景気な状態で利率が上がってしまうとまあ住宅ローンとか払えないよねとかででじゃあその円安がそのままじゃあ止めましたって言って利率上がってでそれでじゃあ石油とかそのなんかあの海外から輸入するコストが安くなるかっていうとそういうことでもないので。 なので、あの、単にこう、利率が上がってしまって、コストが高くなるっていう、あの、スタグレーション、まっしぐらっていう感じになってしまうので、それはやばいよねっていうので、国債を買い続けるっていうのは、黒田さんをやらざるを得ないので、 だから仮に日銀総裁黒田さんがあの首になったとしても多分皇族の人は全く同じことをするんじゃないかなと思います。で、じゃあなんでそうなったかっていうと、あの黒田さんがアベノミクスっていうやつで、あのひたすら日銀が東京のあの証券市場にある株価を買い続けたっていうところで、本来であれば株価が下がって優秀な会社に買い取られて、まあ解体したりとか、じゃあそこにいるスタッフがうまく別の仕事をするようになったりっていうのができたはずなんですけど、株価会社さんによってその ダメな会社もそれなりに解体されないで済んでしまったとで割とその円安にした方がいいよねっていうので円安構造にした結果その海外の人たちが欲しがるようなものを作るんじゃなくて単にその円安だから日本の商品って安いよねっていうところで売り上げが上がってしまって利益も出るようになっちゃったので研究開発をしなくなっちゃったっていうのがあるのでなのでそこら辺は僕政権と日銀のせいであのあ新しい産業ができなくなったと思ってるんですね。 で、半導体産業とかでも、その台湾って小さな国で人口が確か4000万人ぐらいしかいないんですけど、半導体になんか今年16兆円ぐらい突っ込むらしいんですよ。で、アメリカもインテルとかがなんか2兆円突っ込むだっけで、アップルもなんか1兆円ぐらい突っ込むのかななんかアメリカ全体でなんか確か8兆円とかなんかそれぐらい突っ込むみたいな話だと思うんですけど、で、じゃあ日本どうすんのっていうので、日本があの、 台湾の会社の片遅れの工場を作るっていうので、台湾の会社は、いや、そんなん作りたくねえよっていうのに、4000億円かなんかだ、日本政府が出して、で、台湾の,の TMSC だっけあのが4000億円出して、で、合わせて8000億円で片遅れの半導体工場を作るみたいな、そういう状態なので、なので、あの、技術開発に関してもだいぶ遅れたものなので、なかなか難しいんじゃないかなと思います。で、民間もお金がないので、新しい投資もできないっていうのは変わってないので、 なので、あの、まあ、本当に賢い人がいて、日銀なりとかが、その ETF じゃなくて、特定のその投資をするようなけ有機あその、あの、まあ、優秀な人が集まってる会社の株をバシバシ買うんだったらあれだと思うんですよ。要はその、上場してる会社の株をあの広く浅く買うっていう ETF っていう買い方をおっしゃったんですけど、あれじゃなくて僕、日銀があの Google 買収するとか、Apple 買収するとかであれば、まだマシだったと思うんですよね。 まああの市場にあるグーグル株全部買うわとかアップル株全部買うわとかっていうのをやるんだったらまだ日本ってそれなりに食ってくれると思うんですけどまあ残念ながらどうでもいい会社の株を買ってしまうとあもう136円いったんですね1ドル136円にいったそうですあれ先週だよね1ドル134円ぐらいだったのだから2円ぐらい上がってんのもうなんか1週間で1円2円上がるのが当たり前になっちゃってるよね えー、多分2ヶ月前ぐらいに1ドル150円いくかもねって言ったら、いや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 ってなると思うんですけど、多分現時点で1ドル150円ぐらいいくかもねって言うと、まあ確かにいくかもしんないよねっていう人が増えたんじゃないかなと思います。なので、あの、円安にすれば日本はなんか豊かになるって言ってた人が、今どういうことを思ってるのかなと思って不思議になります。